ゴールドマークドでの個展は今年で3回目になるんですけど、6年前に初めてゴールドマークで個展をした時に、ちょうどそう30年前の、東京でやった個展の、の時に完売したことを思い出します。非常にそのイギリスでもこんだけ そのゴールドマーク その宣伝の力、それから、コーディネートとオーガナイズが非常にその素晴らしいことが、僕にとって非常に、嬉しく思います。でこのイギリスに来て非常にそのこの自然の中でこういう個展ができる、またこのこういうちっちゃな町でもこう世界中の人たちが、アプローチをしてくれるっていうことは非常にそのゴールドマークの力が強いなと非常に常々思っています。でまたこのこういう会場の雰囲気も非常にその明るくて綺麗で、また一つ一つの作品を見事にその綺麗に表現してくれて非常に楽しく、展覧会場でいられます。で、まあ、今年で3回目なんですけど、これから先また、新しい、イメージを来るたびに感じさせてもらえるので、また次の機会もまた楽しい、展覧会ができればいいなと思ってます。